そんなことある。おにぎりじゃなかった食べてる。そのかけ取れたおに歯を探してんの。おにぎりと混ざっちゃってる。なるほど。え？カシバ？プレート銀のプレート。銀歯が取れたんだ。めちゃくちゃ嫌やん。口の中すごい違和感やん。戻った。なんかさ、ブリッジしてる歯が取れてる。なんか戻るのさ。戻るの？ブス割れる。戻ったの？歯医者さん行かなきゃ。びっくりしちゃった。歯取れたと思う。いやー、やだね、それ。ブリッジって何どんなやつ？引っ掛けてる。歯と歯と歯あるじゃん。その真ん中の歯を抜いて、そこに、なんか歯みたいな形のやつを刺すんだけど、銀歯でこうやって前後の歯をこう、刺し、私みたいにこう、かぶせも打つんだよ。わかる？前後の歯を支えにして、あ、そうそうそう、で真ん中になんか針歯みたいなのを入れる。銀歯にするとかじゃないんだ、うん、抜いちゃってあるの。そうそう、もう神経がほら、神経がなくなった歯ってどんどん分かってきたりとかするから、虫歯になってもうダメになったとかってことだね。うん、そう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 、神経までやられてますね。じゃあ神経取っちゃいましょうって神経取って神経までやられてますね。うん、そうそうそう、そんな虫歯になったの。虫歯なのかな。ブリッジだとちょっとお安く。うん、そう、インプラント入れるよりは安い。あ、こんにちこ、人です。てなことで、まず開いたらいいねお願いします。いいねは既読の印です。開いたらすぐ押してください。毎回目標いいね500、コメント100人、表示は200、毎回1万人ブロイク感がいっぱいになるぐらいの人がコメント欄も見てます。ぜひ参加してください。あと冒頭15秒の空きスペースお貸ししてます。メンバーシップ1万円広告も受け付けてます。ほぼ毎日投稿で、その毎回の冒頭15秒にブランドのお名前を表示しますので、詳しくは概要欄からお願いします。次男くんも来ました。お疲れ様です。次男くんも代官山で早めに呼ばれたんですか？はい、51番目に呼ばれました。わあ、セムさんもね、はい、買ってますから。はい、でかい、買ったね。めちゃくちゃすごいもんね、このこんもりして。ゆうさんの友人の支援で買ったやつ。はい、ああ、これがさっき、えみちゃんが持って、できた、NY さん用のバッグの白紫バージョンだ。そうです。これおいくらなんですか？これ15ぐらい。14,300円。なるほどね。まあ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 いいお値段ですね。このウエストバッグとあと T シャツ。ああ、こっちも黒なんだ。黒の方が人気なの？あの、このシュプリームといえばこの白赤でこのデザインがあるのに、うん、ね、意外と黒なんだ。XL。あ、あったんだ、XL。はい。これが9,200円。約1万。T シャツ、約1万。この、で、しかも品質はペラペラだっていうね。あ、クルーネック？これ。あ、これバックプリント何もないんでしたっけ？ T シャツみたいな感じ？うん。周りもなんか、文字書いてある。いや、文字も書いてある。これはなかなかのお値段。うわ、高っ。あ、まあまあ、そうか。でも、シュプリームとしたら、これさ、めっちゃ薄くない？薄い。ねえ。え、これさ、スウェットっていうより、ロンティーぐらいの感じじゃない？なんか、クラクラ、クラクラなんです。ねえ。裏肝はしてあるけど、ほんと、ロンティーが裏肝になってるっていうぐらいだよね。うん、いや、まあまあ、品質はともかく、まあまあ、かっこいいからね。うん、ゆうゆうさんの友達分として買えましたと。いや、でもこれ買えてよかったね。そうですね。サイズも XL とかだから。でも早く入らないとなくなっちゃうからね。そうですね。まだこんもりしてるけど、すごい。これ全く買う気なかったけど、19番で、はい、呼ばれちゃったから。そうですね。原宿でね。はい。こんなホットで。うわー、出たー。出た。買えたねー。L。14,700円。高いじゃないのよ、買ってんのよ、あんたも。あきとくん金融でね。はい。いや、でもなんか実物いいって感じですね、実際見ると。思ったより白じゃなくて、クリーム色なんで。ああ、そう。だね、ここが真っ白じゃなくてね。うん、よく見ると、こう、格子の、なんか丈夫なナイロンなんでしょうね。
うん、これはじゃあちょっともう着ちゃいましょう。もう寒いから。そうですね、寒いんで。サイズ感がね、どうなんのかなっていう、ちょっとでかい疑惑もあるけど。試着しないで、場の雰囲気に飲まれて試着できないで買ってきたから。いや、これ、ザ・ツムさんカラーですよね。フードがないやつが抜くし、あ、なるほど、あれやったらかるよね。いいね、この茶色のパッチがいいね。あ、寒そう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 、どっち前にする、どっち前にする、どっち前にするこれでも前後ろは多分あるんでしょ。え、後ろ前ないってこと。いや、あるんじゃない何サイズ、ラージ L、うん、あ、いいんじゃない、ラージ、いいサイズやん。これさ、これ今こう畳まれて入ってたからなの、このペッタン、なんかちょっとペッタンコな気がしない、薄くない、薄いです、薄いよ、薄いよね。フィルパワーは傘とは多分関係ないから、ちょっと薄いよね、これボディが特に。時間経つと戻んのかな、今ちょっとこうペッチャンコにされてたから。あ、でもサイズ感はいい感じだね、よかったね、これで。うん、腕が長い。まあ M でもまあまあ大丈夫だろうけど、 L で中に着込むならね、 L でいい感じ、これがいいですね。ね、そうか、ポケットはここにこの向きであるんですもんね。うん、いやだってこれポケットの位置はこっちで固定されてるから、どっちでもいけるっていうわけじゃないってことだよね。これやっぱりここ、止水ジップとかになってるわけじゃないから、これ風入ってくるよね、絶対。あ、後ろ前で着てみるってこと？これ、後ろ前になってますね。後ろ前。首が締まるね。違和感あるんだ。あるね。あー。じゃあやっぱり、後ろと前はあるんだね。まあ、ポケットがもう、だってないもんね。ね、首のラインが下がってるわ、後ろに、うん、首が痛い、うんって締められてる感がある。こう角度があるんだよね、前と後ろはあるんだね。この後ろのこのちょっとこう重なりがあるっていうけど、いや気持ち程度やんこれ、うん、そんなに機能しないんじゃないですかこれ。しない、うん、もうちょっと長いとね、ほんと止水ジップみたいにしてくれないと。え、これはさ、黒表じゃ着れないの、着れないのか。さすがにリバーシブルじゃないんじゃない、うん、リバーシブルだったらどうする、一応やってみる裏リバーシブル。あ、でもこれ発見じゃない、着れるには着れるんじゃない、だってどう、いける、後ろちょっとね、この後ろのこれがゴジラみたいになってるけど、かわいい。ダメだった。ちょっとダサいかな、さすがにね。ワンポイントのね、ちょっとチラッと出ちゃってるから。タグも出ちゃった。ああ、タグがね、この。ダメだった。黒でいけたらね、大判件だったね。買わなくていいじゃんっていう。この傘が戻るのかがちょっとな、どうなんだろうな。いや、みんながレビューでも薄いって書いてある。これがそもそもダウンの量が少ない気がしますよね。うんうん、そうね、ダウン量が少ない。これはその傘とは関係ないんですよね、中に入ってる。日本仕様だとダウンの量少なくしたりとかするみたいですよ、結構。基本的にめちゃくちゃ舐められてるよ日本には少なくしとこうっていう。ちょっとじゃあサムネ撮るまでは来ててもらって、はい、ガチサムよかったね。結局オンラインでもまあ完売してるからね、うん、色素と茶色だからめっちゃ好みなんだよ、はい、あ、確かにツムさんの好きな色が紫と茶色と両方とも入ってるっていう、まあ、腕はねこう太くなってるからあんまり分かんないけど、なるほどね。いや、すごい。かっこいい、これは。これはちょっと、もうファッションとして、東京で着る分にはいいだろうけど、ガチの防寒服としては、ちょっとね、問題あるだろうね。軽いよね。軽い。うん、着てみたけど、めっちゃ軽かった。私はこれのなんか気にならないくらい軽い。5万円。5万円が通してる。ヌプシって持ってないんじゃない？
串は持ってない、ね、何なら持ってんの、何だっけな、何串なら持ってんの、開けちゃった。ゆうさん、はい、帰ってきました。ご友人の支援がね、はい、開けていいよってことだったんで開けさせていただきます。いい、可愛いですよね、うん、これは黒じゃなかったんですね、希望が。はい、黒じゃない2色が欲しくて、でこっちが第1、もう1個の赤迷彩みたいなのが第2で欲しいって言ってて、まあまあ黒は定番じゃ定番だからっていうことかもしれないですね、うん、これめっちゃいいっすよね、サイズ感もちょい大きめで、ちょい大きめですけどね、これは別に半分で分かれるわけじゃないと。ああ、そうですね。チャックはついてないですね。ね、ついてないですね。まあ、ここで半分っぽくはなってるけど。あ、いいじゃないですか。うん。ジップが茶色なんだ。それと同じっすね。こっち、こう茶色使って、こっちとカラー配色は一緒、うん。素材違うから、色味は多少違うけど。ああ、確かに。こ、こって、すごいな。センターマンや。じゃあ、次男くん。はい、お疲れ様です。代官山でね。はい。まあ、まずバックですね。ウエストバッグ、はい、あー T シャツ出た、T、シャツ白にしました。クルーネックの白 M が良かったんですけど、うん、そうそう一回描いた。なるほどね、 T シャツとは違うね、これがバッグだもん。え、それジーンズの方、うん、わージーンズの方出てるやん、買っちゃいました。うわー、ね、うわー出たー。ジラン君細いけど M だとちょっとって感じだ。バッグ着てるからっていうのもあるかもしれないですけど、ちょうどいいっす。かっこいい、あ、めちゃくちゃ L にしてよかったわ。そうだね、めちゃくちゃいい。じゃあ例の半分こやりますか。ああ、半分こしてみる、つむさんと。うわ、かわいい。え、これめっちゃかわいい。ああ、黒も締まっていいね。黒紫締まっていいんじゃない。なんか、ああ、こっちもいいね。あ、これいいっすね。ただちょっとチャックがね。あ、そうね。チャックが、あー、チャックのデザインが。かわいい。なるほどね。チャックもスプリットになってんだ。いいやん。これいいね。え、これいい。え、お互いこれ良くない。え、でもね、茶色がいいんだもんね。迷ってる。どうしようかな。え、いいじゃん、これ。いいやん。いいっすね。良くないこれ。うん、ね。やっぱり黒だと締まるね、うん、ここがねスプリットになります。そうそう、そこはね合ってるからいいの。こっちはね合ってるから見れるんだよ。ここだけ茶色が入っちゃうんだよ。ああ、そういうことか。チャックだけだとか。そうそうそう。でもまあここに出てんのも茶色だし、そうそう、こっちも茶色だから、うん、まあまあそれぞれ黒にするといいね、うん、うん、お互い気まずいみたいな、なんか初めましてみたいな感じになってるけど。女の子が来たら可愛いっすね。え、わし女の子代表にしちゃダメだよ。女の子って言われました。ババア代表と、ちょっと大きいですけど、でも可愛いやん。いや、いいんじゃない、かっこいい。転売感が弱い。嫁がポール取ったら旦那が取るシステムになってます。すごい笑顔や、ニコニコ。シュプ三昧やってた。あれしといて、アキト君の編集技術でさ、サツタバコ飛ばしてみて。なあ、無理だ。なんでよ。無理だわ。すごい。いや、すごいね。これはすごいよ。まさかこんなヌプシが2着も見れるとは。よし、盗まれる前にみんな片付けろ。はい。え、なんでちぎった？あ、もう着て帰るんだ。おう。本当に来て帰るんだ。寒い。どうやってちぎった、うん、あー、次男くんも、あー、触発されて次男くんも、え、いや、僕悪い影響だ。来て帰るんだ。来ていただきました。来ていただきました。そうそう、買ったよって。やったねっつって。いいじゃん、いいじゃんね、黒かっこいいね。
みんなお片付けして。クレーさんってどうやって持って帰るの？どうやって持ってきてんの？すぐスニダに出すからいい。簡単っすね。もうスニダ持ってくるね、このまんま。最安値で出すから。ちょい、カットね、今の。信じるやついるで。いるか。嘘だよ、本当に支援で友達のとこ送るんで。すごいね。ちゃんとキャラクター守ってるね。キャラが立ってるね。ちょうど紫出すもんな、シュークリームも。そうなんだよね。紫と茶色をね、ちょうど出すから。だからね、インスタ見てんのかな、俺の。見てるかもしれない。デザインの参考にされてんだ。そうだよね、時一番いい番号だったもんね、今日。ね、普段呼ばないくせにさ。こういう時に呼ぶ高めの番号なの。東京やってきました。10時50分ぐらい。11時オープンだから、まだ空いてないんですけど、並んでる人もいないですね。ニューバランスジョウンドが出てたの。ジョウンド、ニューバランス、ゴアテックス。まああるとは思わないですけど、ね、そうですよね。ちょっと並んでるとなんかあるのかなっていう、みんな気になって一応店内見てます。キスね、キスさんで。あキス。あでもまさかの激プレモデルがありましたね。そう、激プレモデルがあり、そのこれが発売される日ちょうどドーバーに行って買えなかったっていう。てなことで今皆さんとお別れしてきました。シュプリームノースの日、いやーまさかすごいな。誰も抜くし買えないだろうなと思ってたんですけど、スムさんが19番で原宿で呼ばれるっていう、今日集まった時には思いもしなかった展開だからな。リアルタイム現場芸人としてはやっぱり面白いですよね。ならではの展開というか、先が読めないで、しかも次男くんも登場してヌプシが2着揃うっていう、全く想像だにしない展開になって面白かったですね。てなことで、まだいいねしてない人はすぐいいね忘れないように最後お願いします。毎回の目標はいいね500、コメント100人、表示が200を目標にやってますので、この数字はなんとか毎回で達成させたい。コメントもなんとかいかないのかな。再生数1万あってコメントが100人集まらないんですもんね。70人か80人ぐらい、100人に1人もいないってことですからね。なんとか密度を上げていきたいと思いますので、元祖全コメント返信芸人でもあるから、僕はコメント全返信の祖だから、始祖の祖だから。毎日投稿の強みは、動画の総再生数は僕ワンチャン上位にいるんじゃないかと思ってます。これが今最低ラインが1万回になってるんで、この1万回を2万にすることができたら、で僕が毎日投稿してたら、それは多分動画の1ヶ月の総再生数で言うと僕多分トップになるんですよ。このたったの1万チャンネルが、地下チャンネルが毎日投稿することによって僕再生数で1番になれるんですよ。1ヶ月の総再生数で言うと、それが目標です。チャンネル登録者数はとりあえずもうすぐなんで2万を目指し、再生数は最低を1万から2万にしたい。それはかなり難しいことではあると思いますけど、相当難しいことではあるけど、そういう目標があります。僕にはいいねは毎回500以上、コメントは100以上、チャンネル登録は2万を目指し、再生数は最低2万を目指す。現状ではまだまだ足りないけども、それを目標にやっていきます。まだまだ足りない部分がいっぱいありますので、それは僕だけでは達成できないことなので、いいねとコメントなんていうのはもちろん見てくれてる人たちが協力してくれないとできないことだし、僕は僕で動画で面白いものを自分が一番だと思って毎回動画投稿してますから、それももちろん僕一人じゃなくてメンバーシップの人たちの力を借りて協力をしてもらってですけども、この地下芸人が、地下チャンネルが実は1ヶ月で言うと一番見られてるチャンネルになるっていう、僕は諦めずこのまま頑張りますので、ぜひ今までただ見てただけの人はいいねをして、コメントでいつも見てますでも何でもいいんでしてください。コメントは1万人、武道館が満席になる人たちが毎回見てます。動画見る人は必ずコメント見るから、僕ももちろん見てコメント返すから、チャンネル登録してないで見てた人はチャンネル登録してください。そうすることによってこの動画が広まりやすくなります。お願いします。めちゃくちゃ頑張ります。
冒頭15秒の空きスペースのブランド様向け1万円メンバーシップもあります。別にスニーカー関連じゃなくてもいいから、ここはおっさんチャンネルなんで。大企業はダメだと思うけど、知ってる人がいたらあきとくんチャンネルで看板広告やってるよって営業してください。皆さん助けてください。ではまた明日。あざすー。